たいた、エロ仙人、いつになったら修行を始めるんだってばよ。まあ待て、もう少しで一段落つくからの。何書いてんの？おう、これはだな、わしの生き様を書いておるのだ。名付けて地雷や豪傑物語。生き様？これまでの出会いと別れ、様々な出来事を書き記し、それらを通して何を得てどう向き合ったのかがまとめてある。ふーん、いわばわしの意志が込められた極上の一冊や。で、それってばまだ書き終わんねえの？これを書き終える時はわしにとって全てが終わった時。わしの意志を受け継いでくれるものを見つけ、そしてそれを受け渡したと感じた時だの。だから完成はまだ随分と先だ。意志を受け継ぐとかなんとか難しくって俺にはよくわかんねえってばよ。意志を継ぐものか。もしかするとそれは。うん、なんだよ。さて、とりあえず執筆はここまでだ。次は修行をつけてくれんだな。イチャイチャシリーズ最新作のために婚約温泉取材と行こうかの。何を言い出すかと思えばまたエロエロ取材かよ。キャン、新鮮な取材をエロエロとは何事か。そんなことより修行だ修行。うるさいっての。お前の相手はまた今度だ。時の経過はまさに光陰矢のごとし、あの日の会話も今は昔。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様未だ定まらずも、未来に向け腰を上げるか。続きは戻ってきてからだの。最終章、さあ始めようか。思えばわしには数多くの弟子がいた。風との者もいれば、後に火影となった者も。そんな弟子の中でとりわけ雑で騒がしく頭が悪い、三拍子の揃った手のかかる弟子が渦巻きナルトだった。しかもそのうちに九尾が封じられているがために、暁という厄介な組織に狙われている身の上でもある。そこで少しでも抵抗できる力を与えるため、わしは真実を教えてやることにした。真実の名は螺旋丸。かつてナルトの父、四代目火影ミナトが編み出した術だ。それを息子のナルトが会得しようと努力する。時を超えた強いつながりを感じながら、わしはナルトとの修行を開始した。真実を覚えてみんなを驚かせる。そんでみんなに俺を認めさせてやる。意気込みはいいが、まずは今のお前がどれほどやれるのか試させてもらうぞ。戦闘開始。私なんです。こっちだろ。やった。よっ
に期待というところだの。この時のナルトの力は、まあ、わしの想像通りといったところだ。だが、あいつの中には前に進む強き意志があった。強き意志は忍びにとって何より大切なもの。強き意志があれば、忍びはいくらでも強くなれる。その後のナルトは着実に成長の道を歩み続けた。単純に強くなりたいという願望もあっただろうが、それ以上にナルトを触発したのはライバルという名の友の存在だった。ライバルの存在は己の錬磨にはこの上ない存在だ。そして友とのつながりは心を成長させるために必要なものだ。だからこそ友であるウチハ・サスケが木の葉を向けた後、ナルトは必死に奴を追うことを胸に誓った。そのためにわしとの厳しい3年の修行にも耐えた。時が経ち、月日はナルトの体も心も大きく成長させた。もっともその力が実践に活用できるか、それを試す必要はあったのだが、さてそれでは最後の総仕上げだ。実戦形式でどこまでやれるかわしに示してみろ。俺の成長っぷりたっぷり見せてやるってばよ。そいつは楽しみだの。戦闘開始。ここまでできれば上出来。これにて修行は終了だ。当然のことだが、成長したナルトでもわしに勝つことはできん。しかし、よくもここまで成長したものだ。まだ荒削りなところもあるが、それでも及第点の出来だった。
渦巻きナルト、我が弟子ながらまっすぐに歩んでいる。今まで見てきた弟子の中でもお前はとりわけ雑で騒がしく頭が悪く、そして強き忍びだった。わしの意志を継ぐ者、それはまさしく。雨が暮れの里、ここに暁のリーダーが潜伏しているという情報を得たわしは、早速現場に向かい詳細な情報を集めようと走った。ここはかつて短い間ではあったが、わしの弟子として育った三人の子供たちがいた。おのおのが互いのことを思い、彼らこそ平和への道を切り開いてくれるものだと考えていた。だが、しかし、まさかこのような場所で再会するとは思ってもみなかった。暁の者として、弟子の一人であるコナンは、わしの前に現れた。暁のリーダーを神と崇めるコナンからは、かつての温かさは消えていた。あのコナンが闇に落ちたというのか。ならばせめて死として引導を渡さねば。決意はすでに固めてあった。お前がここにいるということは、他の二人もいるということか。それを知ったところでどうにもならん。あなたはここで命を落とすのだから。言うようになったのう、コナン。